にちは。4月23日金曜日でございます。平山茂と申します。皆さんどうも。いや金曜日でございますね。いやもうあっという間の1週間でございました。皆様本当にお仕事ご苦労様でございます。何しよう、今日何しよう。釣り堀行くか。釣り堀、でも魚あんま触りたくないな。魚あんま触れないからな。猫カフェ行こうかな。猫カフェ久しぶりに猫触りたいな。触らなくてもいい、一緒にそこにいられればいい。ということで今日は猫カフェに行きます。猫カフェはですねちょっといっぱいで諦めました。保護猫カフェなんですけど、ちょっとね猫さんにまた癒されたいなと思ったんですが、逆光逆光ですね。保護猫カフェは諦めて、いつもの安定の大高緑地にやってまいりました。いいところでしょう。ちょっと日陰の方がいいですね。あ、もうこれぐらいがちょうどいいですね。最高かよ。やっぱ裸足だな。大丈夫だね。大丈夫だ。こんにちは。お久しぶりです。またこの場所に私は戻ってまいりました。やっぱここいいところなんでついつい戻ってきちゃいますね。落ち着きますねここはね。もう裸足ですもん。久しぶり。戻ってきたね。よいしょ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 。あーかわいいね。ありがとうございます。すごいな。かわいいアロハシャツ着てる。アロハシャツ。すごい似合ってる。似合ってる。うん。もう夏だから。よし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 。よしよしよし。名前も書いてあるの。え？あ、本当だ。名前入りじゃん。かわいいね。かわいいですね。そうですね、本当に元気してた。運転こうやってしながらさ、ああそうです。自撮りでさ、基本はやっとるシーンが多いからさ、はい、今日はどこどこへやってきましたとかさ、そうですね。うん、平山さんの結構見てる人いるね。結構そうですね、ちょっとずつ増えてきて、増えてるもんね。はい、うん、不安が多くなってそうですね。まだちょっとずつですけど、嬉しいですね、でもね。うん、そうだよ。本当に。最初はそんなもんだって。そうですね。なんかわざとらしい人よりいいよ、自然で。そうですね、もう本当ありのまんまで。そうなの、わざとらしく受けよう受けようとか思ってる人に全然いい。本当ですか。うん、全然いい。いや、嬉しいですね。うん、頑張ってください。頑張ります。滋賀県の方も行ってるでしょ。滋賀県じゃない、京都。京都はね、まだ行ってないですね。あ、京都じゃなかった？なんか見たときにどっか行って、一番遠くでどっか行ってたね。徳島県は行きました。あ、徳島だ、はい、そう剣山。すごいね、はい、徳島まで行ってるんだ、すごいね。ちょっと暇を持て余してたんで、はい、すごいね、四国の人だもんで。あ、そうですよね、そう行ったよ、あの大ボケ小ボケとかね。あ、なんかあったな。やっぱあの一人でやってるとですね、うん、こう あそこに行こうと思って、うん、行くじゃないですか。でこう目的が達成されると、うん、もうすごい急に寂しくなって、あ、そういうこと、もう早く帰りたいってなっちゃうんですよね。達成感がね。だからそう終わっちゃうとね、時間はあるけど、あ、もう帰ろうみたいな。あ、分かる分かる。本当はもうちょっと回りたいのに。そうだね、なんかやっぱ一人だと急に寂しくなって。そうだよね。で行った時にあの
ほとんど車中泊じゃなくて宿や泊まるときもある？宿に泊まる時のが実際は多いですね。疲れちゃうもん、はい、この前も福島行ってきたんですけど、あ、そうそう、福島も福島も、はい、福島行ってきました。そうですね、うん、福島はまあ宿泊まったり車中泊したり、ちょっと抵抗なかった福島は。あ、まあ僕あの原発もあったし、その原発あった時にも行ったんですよ僕。おワンちゃんとかその野良猫とか野良犬さんに餌あげに、ご飯あげに、じゃボランティアみたいなことやってきたんだ。そうですね、今回はもう本当に純粋にその10年前行ったところをもう行ってみようみたいな感じで。すごいね、はい、全然抵抗はないですね僕は。よいしょ、あ、ベッチちゃんおとなしくポーズ撮ってる。よしスフィンクスみたいになって池がね、綺麗に一番綺麗。今の特に新緑で綺麗でしょ。そう、新緑が本当にちょっと来ない間に新緑浴っていうの、体も綺麗になるしね。そうですね、うん、まあ、私も一度福島の方行ってみたいなと。福島の特に会津、はいはいはい、会津のさ、会津あのお城、はい、あの鶴ヶ城お城見たいね。いいですよ、お城いいだろ。見た、行ったことあります、行ったことあります。鶴ヶ城、はい、うん、なんかあのあそこ行きたいね、会津はね、うん、一度。お城巡りが大好きなの。あ、そうなんですね、お城巡りが、はいはいはい、うん、だから、ちょっとあって東北の方のお城、仙台の方のね、はいはい、お城もあるでしょう、あの伊達政宗のね、はいはい、いっぱいあるけど宮城の方か。あれはだけどあっちの方まで行けへんよね、なかなか、なかなかね、おじさんちか、うん、お父さんが生きてりゃね、うん、2人でぐちゃぐちゃ言いながら行っただろうけど、一人になるとね、お城巡りってね、なかなかね、確かに、うん、まだね、駅からちょっと歩いていけるとかだったらね、そうそう、まだいいけど、うん、駅からも遠いとかってなるよね。熊本城なんかは近いって言った、駅からすぐだって、熊本駅、ね、そうですね。富士山は行った？富士山もあの登山チャレンジしたことはあるんですけど、うんうん、まあ、途中で断念しました。あー、残念。やっぱり6、7号目か、8号、苦しいもんね。そうですね、もうちょっとあの辺一番苦しい。タイムリミット、ちょっと時間的にこのペースだともう帰れないって、うん、ね、帰れない、そうそう、途中で、はい、うん、5号が6号目までは車で行けるんだよね。そうですね、5号目までは、そうだね、やめた方がいい、途中でもう頂上まで無理しない方がいいね。そうですね、うん、まあでも楽しかったですね。楽しかった、うん、仲間同士で ね、 そうですね、知らない人同士でもね、うん、みんなで助け合ったり、声仲間がいるっていうのは、10年、17歳の時に行った、あの学校で連れてってくれた、あの希望者だけね、はい、学校で連れ、あの行きたい人って、はいはい、でまあ、17や18の頃体力あるもんでね、あの頃はだって静岡だもんで、ね、私、あ、元が静岡県だもんね、はいはい、あの生まれてからね、21まで静岡にいたからね、はい、だから目の前に富士山が見えるもんね、まあ、特別に思わなかったけど、今思うと懐かしい、ね、確かに富士山の藤枝か富士吉田あたり行くと、もうくっきり見える、もうこの辺で。そうですね、富士吉田からだと本当に、ね、そこ見える。私の生まれたとこは掛川のところ知らんでしょ。ああ、掛川はもう全然知ってますよ。行ってください、あの YouTube でやって。掛川城もありますよね。うん、あのお城も行ったことあります。あ、本当？掛川城はいいよ、綺麗だよ、特に夜景が綺麗なの。あ、掛川城、なんていうの、夜景をスポットライトずっとやってくれてね。そうなんですか、うん、夜景が綺麗だから、あの写真撮るにもね、うちのお父さんはね、白黒の夜景専門の写真、はい、なんかあるじゃんね、あれで撮って、はい、うん、夜景が綺麗だね。掛川は結構昔よく仕事で行ったんで、うんうんうん、うん、なんだ、思い出があります。思い出あります、はい、ぜひ行ってくださいよ。なんかあの鳥の花鳥園みたいな、花鳥公園ね、花鳥公園、花鳥公園、あれも有名ね。あそこもちょっとね、まだ行けてないんで、ハシビロコウだった、動かない、こういう鳥がいますね。あ、そうなんですか、うん、ずっと動かない、ね、見に行きたいな、ペンギンみたいな鳥だけど、ずっとこうやってる、ずっとハシビロコウっていうね、うん、あの有名な、なんかあそこはあのインター降りたらすぐね、そうですよね、静岡インター、掛川インターから10分ぐらいで、うん、結構あそこもみんな行くね、花鳥公園ね。そんなね、本当名古屋からもそんな遠くないですよね、名古屋から2時間まで行くね、ね、ベイチーちゃん、ダメだよ、さあそろそろ行ったね、ありがとうね。なんか犬って色盲だって聞いたけど、わかるのかね。あ、そう、犬って色盲なんですか。色盲だよね。あ、そうなの。なんで黒い服着た人がさ、ね、さあ帰るか、ありがとうね、こちらこそ、よかったわ、また会えて嬉しい、いいね、よかったね、
だけど四国はじゃなくて徳島の方はお魚美味しかったら、うん、お魚が、お魚が美味しくない？美味しかったお魚ね、やっぱりお魚、うん、会津の方って何なさ、あ、やっぱ会津、会津、ああ、そうですね、あの北方ラーメン、ね、北方ラーメン、ね、まあ、北方ラーメンは名古屋でもあるよね、確かに、別にこっちで食べんでもね、でもあのね、あの猪苗代湖とかね、あ、猪苗代、あ、そうだそうだ、猪苗代湖、ね、そうだね、会津はね、あのこの間、去年までやってたエール、NHK のエールの小関裕二先生の朝ドラ、あそこのモデルじゃん、あ、そう、うん、あの、あの、あれで、あの先生のエールっていう番組やってたじゃん、確かに見なかった、ちょっと見れてないです、見れてない、はい、それをやったじゃんね、会津の方でね、会津、会津はちょっとなんとなくなんかちょっとあのお城だけ見たらいいよ、そうね、車じゃないとねちょっと行けないんで、ね、福島空港からとか、そうだ、ね、うん、新幹線でもちょっと遠いので、そうだよね、はい、じゃあまたありがとうございました、はい、ありがとうございました、元気でね、はい、ありがとうございます、また、ね、なんか時々見るからね、よろしくお願いします、携帯でね、また会えましたね、いや嬉しいな、大丈夫ですね、本当に大丈夫ですからね、大丈夫ですから、大丈夫ですからね、いい休日を、ということでご視聴ありがとうございました、また明日お会いしましょう、平山茂でした。おやすみなさい。お母さんの声をちゃんと拾ってたのかな。まあいいか。